小林由美の深由美第1回の後半始まりました。後半ではですね、前半で言えないようなお話だったり、いろんなことについて、さらに深く掘っていきたいと思います。前半では、私の、簡単な略歴、そして杉並区議会の構成、などについてお話をいたしました。私はですね、北海道生まれということで、前半でも言ったように、すごくですね、共産党とか日共祖とか、そういった勢力が強いところで育ちました。特に、教育の話はいろんなところでしているんですけれども、日本に誇りを持つことを阻止するような教育が小中の教育でなされていたなと今になって見て気づくんですが、当時は台風の目の中にいるとですね、わからないもので、それが普通なのかなというふうに感じておりました。具体的には、君が代をですね、歌ったことがなかったんですね。これは場所でもよく話してはいるんですけれども、簡単にもう一回言いますとですね、音楽の教科書の一番最後に君が代が載っていると思いますが、そちらのページ、楽器のですね、初めに先生が紙を配りまして、だいたい校歌が、載っているんですが、国歌より校歌の方がいいからということでですね、のりとハサミを持って、チョキチョキ切って、それを、教科書の、君が代のページにペタッと貼っているのが、それがもう新学期の定番の行事というか必ずやらなきゃいけないことだと刷り込まれてたので、何の疑問も持たず、校歌の方が覚えた方がいいからってやって、そっかと思ってちょっとアホなんですけども、その通りにしてまして、というわけで、歌詞をですね、私知らなかったというか、大変お恥ずかしい話なんですが、全部フルで間違いなく歌えるようになったのは社会人になってからなんですね。すっごく恥ずかしいんですけれども、式典等でも、現在私杉並区議会議員でいろいろなところの入学式だったり式典に出させていただいておりますが、きちんと歌っているんですが、北海道の私の生まれた場所では国歌をですね、歌うと、君が代を歌うと、あいつなんだなんだっていうふうに逆にですね、目立ってしまうという怪奇現象がありました。実際に中学校の時だったか、男子が1名か2名か立って国歌を歌ったんですね、式典で。そうしますと、そのお昼ぐらい、午前中ぐらいの式典の後、放課後ですね、があって、それでお家に帰って夕方、お母さんに、なんとかくん君が代を歌ったんだってって言われてえ、なんで知ってるのって、もう街中で噂になっていたみたいなことがありまして、そんな場所でですね、育ったわけですから、それが普通だったというと変ですけれど、北海道でもですね、私の育ったところが特殊だったのかもしれませんが、そういった、日共祖、北共祖の力が強いところで生まれ育ちました。それで、大学に進学をして、東京の、外国語大学というところですけれども、そちらではグローバル教育っていうのが盛んに叫ばれておりました。グローバル教育、やそのグローバリゼーションという言葉がすごくですね、流行っていた時期なんですけれども、教授の中でも安倍倒せデモとか、そういうのに参加している教授がたくさんいたなという、印象を持っています。大学はどこも、日本の、中の大学はそういった、左派勢力が強いのかなというふうに感じるんですけれども、特に私の通っていた大学ではそういったことが多かったように、思います。これもどこかでお話ししたんですが、そのミスコンを大学でやらせない勢力っていうのが、大学の中なのか外なのか分かりませんが、フェミニストの活動家さんたちが来て、毎年持ち上がる、ミスコンをやろうじゃないかっていう声を、女性差別だっていうことで潰してしまうっていうようなことが、毎年毎年学園祭の前はありました。というわけで、教育の面以外にも、やはりそういった、活動家さんたちの動きっていうのは、在学中にひしひしと感じまして、何かがおかしいなと。
私美人を見るのが好きなので 美人を見て何が悪いんだろう美人を美人ですねと言って何が悪いんだろうということを友達と話してたんですけれども、とにかくそういったですね、何かの勢力が働いている中で疑問を持ちながら、過ごしておりました。で、大学在学の後半では、自民党の議員さん、国会議員さんの秘書の、お手伝いといいますか、お仕事のサポート、インターンでやっておりましたけれども、やはり政治に、どんどん興味を持っていったという、流れがあります。それでですね、銀行を経て、そして、予備校講師をやっている時なんですけれども、山田博さん前区長、杉並区長に憧れていたということもあって、26歳の時に出馬を決意いたしました。それでもう完全に無所属で出たんですけれども、当選をさせていただきまして、その4年後である、今年のですね4月の選挙でも、再選を果たさせていただきました。この2期目の、政治活動をどのように行っていきたいかということなんですけれども、やはりですね、そのあんまり言ったら怒られちゃうんですが杉並区のですね自民党の議員さんの中にもですね、あんまりですね、先ほど言ったようなその右左のイデオロギーが一切ない方とかですね、一切ないというとおかしいんですけれども、特にそのイデオロギーとかほとんど持ってない方とかも結構いらっしゃるんですね。それがいいか悪いかは分かりませんけれども、自民党だから、右かなとか、そういうですね、考えはですね、一旦ちょっと地方議会に関しては捨てていただいた方が候補者を選ぶときに、いいのかなと感じるような、ことが議会で見受けられるといいますか、議会の中にいるとそういうことを感じることが多いですね。杉並区議会というのは48人いるんですね。 AKB と同じですけども今はですね、自民党の方が15名、そして、15名いて、私の会派に、1人、反田中区長といいますか、田中区長に、是々非々の立場の方が1人ということで、16人が、自民党の議員さんがおりますね。のほか公明党だったり共産党だったり、私の自民無所属維新クラブがあったりするんですが、ですね、元中核派の議員さんが2人、そして新しく入ってきた、現役の中核派の議員さんが1人ということで、全国でも中核派の議員さんが現役でいるという大変珍しい区になっています。聞いたところによると、中核派の議員さんというのは、うちの杉並区と、あとですね、どこだったかな、関西のどこかの市だったと思うんですけれども、やっぱり大変珍しいということで、新しく中核派の方が、今回その出馬をされて当選された。しかもですね、18位だったので、割と上の方で当選されたということで、大変珍しいということで、ニュースにもなっておりましたし、あとですね、NHK から国民を守る党から出馬された、方も1人いらっしゃったんですが、当選して10日ぐらいして除名になってしまったということで、大変ですね、なんかもう個性豊かといいますか地方議会も皆様、政治っていうともう国会議員だったり国会のことを思い浮かべると思いますが、いざですね、市区町村レベルにまで目を落としてみるとですね、すごくあれっておかしいなっていうことだったり、こういうふうになってたのかっていうことがわかると思います。政治というのは日本では市区町村あって、都道府県ありまして、国会というふうになってますので、国の法律を決めるのはもちろん国会ですけれども、条例を決めていくのは都だったり、東京都でしたら都だったり、あとは、杉並区だったり、市だったり、そういった、ものになっておりますので、私はですね、地方議員の立場から、皆様に、お伝え、できることがあるかなと思いまして、今回、こういったですね、番組で、お話をさせていただいております。私特にですね、財政と教育のことをやっているんですけれども、他にも障害者施策だったり、就労支援の問題にも取り組んでおります。就労支援というのは、私 AI とか
RPA とかこうロボットのこととかそういったことにも興味がありますので、先ほどのですね、まあ前半でお話しした、経済左派的な、障害者施策だともう手当をばらまいたりですね、そういったことになると思うんですが、私はどんどんお金をジャブジャブ使うっていうことにちょっとお金にケチなので疑問がありまして、AI とか RPA の技術を使って、まあ、テレワーク、自宅だったりカフェだったりそういったところで仕事できるようにしつつ、その、障害者だったり高齢者の方の自立を促したり、そういった視点で、施策を行っております。はい、他にもいろいろスポーツの推進ですとかまちづくりのことも取り組んでいるので、この番組の中ではいろいろなテーマに沿って皆様にお話をして、皆様と一緒に日本の抱える課題について、考えていく、そういった場にしていきたいと思っております。またたまにはですね、全然関係ないですね、ニュースのこととかも深読みしていきたいと思っておりますので、皆様ぜひですね、今後、お願いいたします。そしてコメントでつけられるんですよね、コメント欄とかでですね、こういうことやってほしいとか、そういった声をいただきましたら、その都度検討させていただきますので、皆様と一緒に身近に政治を感じていただきたいので、そういったことをやっていきたいと思っております。私もともとその親戚とかに政治家が一切いないということで、まあ、2世でも何でもないんですけれども、まあ、そこら辺の姉ちゃんだと思ってですね皆様と一緒に同じ目線で政治とか、まあ、経済社会のことを解決していきたいなと思っております。なので皆様の、同じ立場で同じ目線に、立ってですね、いろいろなことを、紹介していきたいと思っております。今回第1回目なので、私の、自身のことについてなんですけれども、第2回ではちょっと選挙のことについて最近ありましたので、お話をさせていただきたいと思っております。それでは皆様お付き合いいただきありがとうございました。